史上初の決勝トーナメント進出を決めた世界ランキング6位のアイスホッケー女子日本代表、スマイルジャパンは8日、北京五輪1次リーグ B 組第4戦で同7位のチェコと対戦。2-2 のまま延長戦でも決着つかず、ペナルティーショットシュートアウトの末に勝利し、同組1位通過が決定。決勝トーナメント準々決勝では A 組3位と対戦することになった。試合は第1ピリオド4分、先制に成功。ゴール前の混戦から FW とコシンルカがシュートのリバウンドを押し込んだ。しかし、その後は相手の猛攻を受ける時間が続き、第2ピリオド6分に FW クジジョバの単独突破を許し同点ゴールを決められた。2-2 のまま突入した延長戦でも決着つかず、迎えたペナルティーショットシュートアウトでは2人目として登場した最年長39歳 FW 久保花江が成功。相手は5人全員が失敗し、見事に B 組1位通過を決めた。より小さい過去3大会はすべて決勝トーナメントに進めず、日本は過去3大会すべて1次リーグ敗退。初出場の1988年長野五輪、2014年ソチ五輪は1勝もできず、前回2018年平昌五輪では南北合同チームから歴史的初勝利を飾るも、決勝トーナメントには進めなかった。下向き黒三角競技方式出場10チームによる1次リーグは世界ランキングにより5チームずつ A、B の2組に分けて1回戦総当たりの勝ち点制で実施。A 組の全チームと B 組の上位3チームが準々決勝へ進む。準々決勝は A 組1位と B 組3位、A 組2位と B 組2位、A 組3位と B 組1位、A 組4位と A 組5位が対戦する。ランキング1位の米国と同2位のカナダの力が突出しており、B 組1位となることが準決勝進出の鍵となる。